Rebonsoir barre oblique bonjour. Un café Cademar. Un café Calamé. Calamar.休憩ができそうな場所があるな。なんだ、休むのか。休息も大事だぞ。
王子は随分戦い慣れているのだな。当然だ。ワルってのは強いもんだろ。もっと強くなってもっとワルになってやるぜ。たまには寄り道するのもいいものだぞ。寄り道をすることで様々な発見があるものだ。確かに旅人が置いていったものや使えそうなものが拾えるかもしれんな。へえ、さすがプロの泥棒だな。それにしても暑いな。王子たちは平気なのか。まあこのくらいの暑さならな。それに寒いよりはいいじゃん。わしも寒いよりは暑い方がマシですな。魔物はみんな暑さに強いものなのか。そうでもないさ。スライムなんか暑さで干からびちゃったし。この辺りは王宮から近いため治安はいいが、その分国王軍が目立つ。あまり派手に暴れると奴らが飛んでくるぞ。それはそれで面白いかも。よからぬことを考えてはいけませんぞ、王子。たまには立ち止まって周りを眺めてみるのもいいぞ。新たな発見があるかもしれん。お宝も見つけられると一石二鳥じゃな。時折小高い岩場を見かけるだろう。実はその上には使えるものが残されていたりするのだ。王子のジャンプ力でも届きそうにないですな。ちぇ、もっと高くジャンプできたらいいんだけどな。たちってどうやって生活してるんだ。作る、育てる、狩る、売る、いろいろだ。奪うというけしからんやからもいるがな。俺たちも人間から奪うことがあるぜ。褒められたことではない。
が国王軍からなら構やしないさ。水がないと生きていけないんだろうな。人の体の 60% ほどが水分でできているからだ。へえ。魔物はどうなんだろう、シーフ、わかる？種族によって違いますな。スライムなどはほぼ 100% 水分です。国の中心地である王の都の近くには意外とジャンカー崩れが多い。食い詰めたジャンカーたちがおこぼれに預かろうと流れてくるのだ。みんなで都を乗っ取っちまえばいいのに。ひととき胸がすくかもしれないが、それでは今以上に悪い国になりかねん。それにしても暑いな。王子たちは平気なのか？魔物はみんな暑さに強いものなのか？そうでもないさ。スライムなんか暑さで干からびちゃったし。サンドランド中のことを知ってるのか？若い頃はいろいろな場所を訪れた。だが知らない場所も多い。だったら旅を楽しめるな。だといいが、人間の私にそんな余裕はないな。って結構いろんな生き物がいるよな。危険な生き物は勘弁してもらいたいですな。無害な生き物も多いぞ。この過酷な環境で粘り強く生きている。人間も弱っちいくせになかなかしぶといからな。辺りは王宮から近いため治安はいいが、その分国王軍が目立つ。あまり派手に暴れると奴らが飛んでくるぞ。それはそれで面白いかも。よからぬことを考えてはいけませんぞ、おじ。
地面にタイヤの跡があるだろう。前にここを走った者たちの足跡だ。跡をたどれば村や町に続いていたりする。踏み固められた分車もわずかに速度が上がる。しゃ、中心地である王の都の近くには意外とジャンカー崩れが多い。食い詰めたジャンカーたちがおこぼれに預かろうと流れてくるんだ。みんなで都を乗っ取っちまえばいいのに。ひととき胸がすくかもしれないが、それでは今以上に悪い国になりかねん。西側にも砂の大爆風がある。迫力ある景色だから近くに立ち寄るなら見てみるといい。近くに行ったらな。流れ落ちてんのに、なんでずっと砂がなくならないんだ。わからん。ありがとうございました。砂は一体どこに流れていくんじゃろうな。さあな、これほどのものは我々の理解を超えている。千年後ぐらいならわかるかな。砂が流れ落ちてんのに、なんでずっと砂がなくならないんだ。わからん。自然が作り出した脅威としか言えんな。東の渓谷らしい。たっけー、
にこりゃジャンプメカがないと登れないな。ここを越えればいよいよ幻の泉じゃな。そう簡単なものではないだろうが、大きく前進するのは確かだ。よっしゃ、さっさと登り切っちまおうぜ。だよシーフ、もうバテたのか。魔物の里に引きこもってるからだぞ。自分はジャンプメカに乗ってるから。王子。あ？うわあ！危ねえな。パパ、外れちゃったよ。かまわん、どんどん投げろ。どうせ逃げ場はないんだ。バイクは奴らの似顔絵をスケッチしておけ。わかったよ、パパ。なんで悪魔の王子が人間と一緒にいるんだ。どうするんだよ。昔コテンパンにされたのに。ビビるなバカモン。俺たちはサンドランド一の悪党スイマーズだ。だがとりあえず安全な場所から岩を落として様子を伺うぞ。おう、スイマーズだ。あいつら、スイマーズだと。あの有名な悪党か。あの腐ったれどもめ、卑怯な真似をしよって。ぶっ飛ばしてやれ。待て王子、万が一岩が直撃したらジャンプメカが壊れてしまう。ああそうか。だったら直接ぶっ飛ばしてやるぜ。よっちゃ。聞こえたような気がした。
ひるむな、行くぞ。強いよ。せや、うりゃ、はっ、うりゃ、ほっ、はあ、せや。ほいか。襲うなんてとんでもねえ悪魔だ。勝手なこと言うな。そっちが喧嘩売ってきたんだろ。さーて、どんなお仕置きをされたい？ねん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 。はーい。なあ！くそ。つら逃げ足だけは早いんだよな。ん？王子、ご無事ですか？へ、俺があんな奴らにやられるかよ。それは？スイマーズが落としていったんだ。って、俺じゃないか！こんなの書いてどういうつもりだ、あいつら。へへへ、ここまで来れば安心だろう。パイク、スケッチは持ってるな？うん、一枚は落としちゃったみたいだけど。よし、うまいぞ。しかし、こいつどこかで見たことないか？ない。よし、シャーク、この絵を急いで報道局に行って200万ゼニーで売ってこい。儲けるだけ儲けるんだ。うん。
また誰に襲われんとも限らん。気を引き締め直そう。何が来ようが王子がいれば大丈夫じゃ。シーフもたまにはいいこと言うじゃん。スイマーズとは何度かやり合ってるのか。何かと喧嘩売ってくるのか。弱いくせにさ。お前さんが強すぎるんだろう。地面にタイヤの跡があるだろう。前にここを走った者たちの足跡。跡をたどれば村や町に続いていたりする。踏み固められた分、車もわずかに速度が上がる。立ち止まって周りを眺めてみるのもいいぞ。新たな発見があるかもしれん。お宝も見つけられると一石二鳥じゃな。王子、たまには寄り道するのもいいものだぞ。寄り道をすることで様々な発見があるものだ。確かに、旅人が置いていったものや使えそうなものが拾えるかもしれんな。さすがプロの泥棒だな。途中ですが、戦車強盗団についてものすごい新情報が入りました。報道局に寄せられたスケッチから犯人の一人の正体が判明しました。なんだと。全国民のデータから割り出したところ、このスケッチの人物はなんと中央部の北にあるアパトという村で保安官をしているラオ61歳と分かりました。しかし報道局でこのラオという老人の指紋データから過去を紹介したところ、さらにとんでもない事実が判明したのです。ラオは偽名でした。本当の名は国民の誰もが知らない人はまずいないでしょう。その正体はわずか27歳で国王軍の将軍になり、反乱軍や悪人からサンドランドを守った天才軍人であり、反面敵にも恩情深い紳士でもあった伝説のスーパースター、なんとあの芝将軍だったのです。え？驚かれるのも無理はありません。芝将軍はピッチ人による反乱からサンドランドを守った際、
あの大爆発に巻き込まれ戦死したものと思われていたのです。何がサンドランドを守っただ。私がやったことは。なお、その大爆発によって近くにあった芝将軍の家も破壊され、最愛の妻であった当時の人気セクシー女優でミュージシャンのテリアさんも亡くしています。え、奥さんならそう言えばいいじゃないか。暗いぞ、知らなかったんだからな。気にするな、付き合い出した動機はエロジジイみたいなもんだった。だって奥さんならなんで雑誌の切り抜きなんか。写真は全て焼けてしまったんだ。芝だと、まさかそんな。すぐにあれ将軍に知らせろ。それから報道局に芝の懸賞金を2倍にすることと、奴をかくまった者も厳罰に処すことを発表するように連絡しろ。はい。芝、何を企んでいる。なんでだゼウ。芝はあの時消したはずじゃ。し、声が大きいですぞ国王様。なんだと。芝将軍、あいつが、あの芝将軍だというのか。俺は伝説と戦うのか。よし、戦車隊は続け。各所に警備の強化も通達しろ。はっ。それでこれからどうするんだ、おっさん。泉を目指すことは変わらんさ。ただその前に、ここから東へ行ったところにある国王軍に封鎖された電波塔に行きたい。電波塔？そんなとこに行ってどうすんだ。できるだけ多くの国民に聞いた。聞いてもらいたいことがある。あそこからなら通信設備を使って国中に声を届けられるはずだ。おっさんは旅慣れてるのか。それなりだ。若い頃は何度か旅をした。へえ、大変な旅もあった。はあ、もう逃げちゃおうかな。でかい独り言だな。いいだろう、どうせ僕のことなんて誰も気にしてないんだから。影が薄すぎてダイヤ団の仲間にも存在を忘れられてるくらいだよ。へえ、お前盗賊団なのか。小さい時にさらわれて、いやいや働かされてるだけだけどね。この仕事が終わったら足抜けできる約束なんだ。でも仕事は全然終わらないし、存在を忘れられてるし、いっそこのまま逃げようかなって考えてたところだよ。でも誰かが思い出して追いかけてきたら。だったら仕事を終わらせればいいじゃろうに。縄張りを広げるのに邪魔だからあいつらを倒せって言うんだよ。そんなの僕一人でできるわけないじゃん。確かに危険な仕事だな。どうだろう王子、私たちで手伝ってやらないか。なんでだよ。未来ある若者が
真っ当な道に戻る手助けをしてやりたい。手伝ってくれるの？お願い、お願いします。ワルのままでいいと思うけどな。そんなこと言わずにお礼はするから。ああ、もう分かったよ。あいつらを倒せばいいんだな。うん、よろしくお願いします。ほっと。国王軍の電波塔に行くなんて、そんな危険を犯す意味があるのかね。国王軍の電波塔に行くなんて、そんな危険を犯す意味。あるのかね。わからない。私の自己満足に過ぎないのかもしれん。ま、いいんじゃねえの。おっさんの好きにさせてやろうぜ。やれやれ、仕方ありませんな。二人ともありがとう。国民に何を伝えるつもりだ。真実、私の思い。あまりいい予感がしないの。なあ、強い敵に出会った時、おっさんならどうする？そうだな、まずは相手をよく観察するだろう。動きや弱点を見極めれば効果的に攻めることができる。観察ね。今度試してみるか。がいくつもある。見かけたら訪れてみるといい。俺たち魔物がいるとビビっちまうんじゃないか。全ての人間がそうではあるまい。中には友好的なものもいるだろう。
ビビられた方が魔物的にはいいんだけどな。しまったな。壊れちまう。あいつらの退治お願いだよ。お礼はするから。装備などを見直してみるといい。いつの間にか手に入れていたものが使えることもあるでしょうな。分かった。そのうち見てみるよ。楽しかったぞ。うっしゃ。ほった。この野郎。うわっ。
いつで逃げるぞ。電波塔に行くなんて、そんな危険を犯す意味があるのかね。わからない。私の自己満足に過ぎないのかもしれん。ま、いいんじゃねえの。おっさんの好きにさせてやろうぜ。やれやれ、仕方ありませんな。二人とも、ありがとう。戦車だぞ。こんな僻地にこれほどの戦力が、動きを読まれているのか。敵の指揮官はかなり優秀な人物らしい。道に迷った時は地図を見ると良いですぞ。ああ、道を間違えると戻るの面倒くさいからな。ターゲットをばらけさせるな。カッコ撃破を狙うんだ。わかった。てえな、こいつ。まずい、メカが。あい
つらの退治を。あいつらの。おっさん、国王軍の戦車だぞ。こんな僻地にこれほどの戦力が、動きを読まれているのか。敵の指揮官はかなり優秀な人物らしい。力を貸すぞ。魔物の里の近くにもいたし、王の都を中心に。よっしゃ。国王軍の基地に不用意に近づかない方がいいぞ。でもお宝とか隠してそうじゃんか。貴重な品は保管されているだろうが、侵入者には容赦がない。もし入るつもりなら、王子がこっそりと言ってくださいね。ターゲットをばらけさせるな。確固撃破を狙うんだ。分かった。Thank you.
アレ将軍、検問所の戦車隊が全滅したとのことです。なんだと。シバが乗った戦車はそのまま逃走。周辺の兵を集めろ、後を追うんだ。丘の上に見えるのが目的の電波塔だ。この調子なら楽勝だな。油断は禁物だ。我々の動きは国王軍に筒抜けだろうからな。さらなる警備網が敷かれるのは間違いない。電波塔に行くなんて、そんな危険を犯す意味があるのかね。わからない。私の自己満足に過ぎないのかもしれない。ま、いいんじゃねえの。おっさんの好きにさせてやろうぜ。よし、一丁上がり。国王軍の電波塔に行くなんて、そんな危険を犯す意味があるのかね。私の自己満足に過ぎないのかもしれない。ま、いいんじゃねえの。おっさんの好きにさせてやろうぜ。やれやれ、仕方ありませんな。二人ともありがとう。それで国民に何を伝えるつもりだ。真実とは私の思いだ。あまりいい予感がしないの。この辺はほとんど人がいないな。見ての通り険しい地域だ。人が住むには、ま、こんなもんかな。戦車相手に地形を利用できないときは決して立ち止まるな。頼まれたって止まってやるかよ。
検問所の戦車隊全滅しました。何？伝説は未だ健在というわけか。しかし南の水源を目指しているのではないのか。電波塔、奴ら何かを発信するつもりだ。通信兵、すぐに暗号信号で報道局電波塔周辺の隊に伝令。はっ、全車東に向けて発信するぞ。私に続け。回ることってできるのかな。想像もつかんな。だが興味はある。せっかくの旅だ、気になった場所は見ていくか。見ての通り険しい地域だ。人が住むには適していないのだろう。川からも離れておきな。昔からこんな感じじゃろ。やっぱり生きていくのに水は必要だもんな。全部見て回ることってできるのかな。想像もつかんな。だが興味はある。せっかくの旅だ、気になった場所は見ていくか。ありがとうございました。
それなりだ。若い頃は何度か旅をした。へえ、大変な旅もあった？こんな世界だからな、どの旅も大変だったさ。見ての通り険しい地域だ。人が住むには適していないのだろう。川からも離れておるしな。昔からこんな感じじゃろ。やっぱり生きていくのに水は必要だもんな。おいラオ、国王軍の奴らに気づかれたぞ。思ったより数が多いな。だが、この程度ならなんとかなる。待った、どうやらはめられたみたいだぜ。福井陛下、どうするんじゃ、囲まれてしまったぞ。背後を取られないように気を払え。やれるか、ベルゼ、シーフ。当たり前だ。まったく、王子と呼べと言っておるのに。ありそうじゃないか。高くジャンプできる乗り物でもあれば届きそうだな。
それなりだ。若い頃は何度か旅をした。へえ、大変な旅もあった？こんな世界だからな、どの旅も大変だったさ。おい、逃げるぞ。人がいないな。見ての通り険しい地域だ。人が住むには適していないのだろう。川からも離れておるしな。昔からこんな感じじゃろう。ああ、壊れちゃってるよ。あらかじめ使えなくしておいたらしい。こちらの狙いを完全に読まれているな。まったくやりづらい指揮官だ。とんだ無駄足だったということか。いや、このくらいの故障なら素材があれば修理できるだろう。壊れてるみたいだな。直せばあたりのことがわかるかもな。素材があれば直せそうだな。報道局か。私は芝元将軍だ。あ、本人だ。国民に伝えたいことがある。よければぜひ放送で流してほしい。あ、今すぐ願いたい。たった今、芝将軍本人と名乗る男から無線で連絡が入りました。何？メッセージを伝えたいそうです。本人と確認はできていませんが。
これよりそのまま肉声を放送しますのでお聞きください。芝です。今回は皆さんに動揺を与えてしまうような結果になって申し訳ない。全車エンジンを切れ。静かにしろ。確かに私は戦車を奪った。だが放送で言っていたように戦車で村を襲うようなことは断じてしてはいない。私の目的は世間を騒がせることなどではない。必ずあると信じている泉を見つけること、ただそれだけだ。これ以上の水不足はもう耐えられない。泉？泉だと？あいつ何寝言言って。みんなにお願いする。何もせず放っておいてほしい。もし泉が見つかれば必ず国民に報告し戦車も返すと約束する。以上だ。それから今回のこととは別にある人物に連絡事項がある。30年も昔のことで申し訳ないが、あの大爆発の真相を知った。ゼウ大将軍、貴様だけは絶対に許さない。では切る。あの芝さん、質問が。残念ながら切れてしまったようです。すぐ報道局に連絡して、二度と犯人なんかに放送で自由に喋らせるなと言え。まずいんじゃないのかゼウ。大爆発の真相とか言ってたぞ。それに泉を見つけるとかも言ってたけど、そいつはもしかして我が軍の水源のことじゃないのか。やばいよ、とってもやばいよ。付き合わせてしまってすまなかったな、二人とも。でもやばい。さあ、南への旅を再開しよう。喧嘩を売るか、なんてやつじゃ。すまん、ゼウ大将軍だけはどうしても許せない。まったく、本人が出てきたらわしは逃げるからな。そうしたね。決着は私がつける。国王軍のやつら、来ると思うか？必ず来る。あの放送を聞いて私たちを放ってはおけんはずだ。だいぶダメージをもらっちまったな。かけたら訪れてみる。俺たち魔物がいるとビビっちまうんじゃないか。
全ての人間がそうではあるまい。中には友好的なものもいるだろう。ビビられた方が魔物的にはいいんだけどな。強い敵に出会った時、おっさんならどうする？そうだな、まずは相手をよく観察するだろう。動きや弱点を見極めれば効果的に攻めることができる。観察ね。今度試してみるか。ん？あの上、なんかありそうじゃないか。高くジャンプできる乗り物でもあれば届きそうだな。地面にタイヤの跡があるだろう。前にここを走った者たちの足跡だ。跡をたどれば村や町に続いていたりする。踏み固められた分、車もわずかに速度が上がる。ありそうじゃないか。高くジャンプできる乗り物でもあれば届きそうだな。サンドランドでも特に環境が厳しい地域だ。広大な砂漠、巨大な流砂、吹き荒れる砂嵐、絶対に気を抜かないことだ。俺たち魔物でも自然には勝てないからな。逃げるぞ。まあ、ちっとは楽しかったぞ。
ところにも遺跡がある。まあ、ちっとは楽しかったぞ。道に迷った時は地図を見ると良いですぞ。ああ、道を間違えると戻るの面倒くさいからな。このような遺跡、何のために作られたのだろうな。お宝もあるし、昔の奴らの遊び場なんじゃない。このような遊び場、とんでもありませんぞ。ほったい。比較的広い遺跡のようだ。メカの力を借りる必要がありそうだぞ。こんなボロボロの遺跡でメカなぞ動かしていいものか。でもメカを使わないと先に進めない場所がありそうだぞ。それはそうですが、常に毎日のことを考えておかないと。何のために作られたんだろうな。お宝もあるし、昔のやつらの遊び場なんじゃない。このような遊び場、とんでもありませんぞ。
比較的広い遺跡のようだ。メカの力を借りる必要がありそうだぞ。こんなボロボロの遺跡でメカなど動かしていいものか。でもメカを使わないと先に進めない場所がありそうだぞ。それはそうですが、常に万一のことを考えておかないと。こんなもんでいいだろ。楽勝だったな。仕事が終わったことをヘズに教えてやろう。道を進んでいると行商人に会えるだろう。彼らはサンドランド中を旅しながら行商で生活している。俺たちと同じように旅してるのか。見かけたら話しかけてみるかな。ハサミの動きに注意しろ。王子、砂の中に潜ったぞ。出てくる場所に注意しろ。王子、砂の中に潜ったぞ。出てくる場所に注意しろ。地面に大きな衝撃を与えれば引きずり出せるかもな。砂の中に潜ったぞ。出てくる場所に注意しろ。地面に大きな衝撃を与えれば引きずり出せるかもな。王子、砂の中に潜ったぞ。出てくる場所に注意しろ。地面に大きな衝撃を与えれば引きずり出せるかもな。砂の中に潜ったぞ。出てくる場所に注意しろ。地面に大きな衝撃を与えれば引きずり出せるかもな。だいぶダメージをもらっちまったな。まずい、メカが。Thank you.
ばこの地域にも下地流が出ると聞いたことがある。そういう話は早く言わんか。おじ、すぐに離れましょう。こんなもんでいいだろ。楽勝だったな。仕事が終わったことをヘズに教えてやろう。戦闘の時何を考えている？とにかくぶっ飛ばすことだな。それも悪くないが、敵との相性を見極めて適切な戦い方を選ぶとなおいいぞ。力を貸すぞ。こいつで逃げるぞ。戦闘の時何を考えている？とにかくぶっ飛ばすことだな。それも悪くないが、敵との相性を見極めて適切な戦い方を選ぶとなおいいぞ。常に有利な状況で戦えば、おのずと負けにくくもなる。王子、ハサミの動きに注意しろ。どうも、ゼウ大将軍。はい、シバ将軍はごく近くにいると思われます。あんな過去の亡霊を将軍などと呼ぶ必要はない。いいか、生かして捕まえようなどと思うな。殺せ。息の根を止めるんだ。これは命令だ。失礼ですが、一つお伺いしてもよろしいですか？シバが言っていた大爆発の真相とは一体どういう意味でしょうか？私の父もそれで戦死したものですから。愚か者め、思想もクソもあるものか。我々を動揺させる芝の作戦だ。さっさと片付けてこい。失礼しました。パパ、芝のやつ泉を探してるんだって。バカ、騙されるな。みんなのためにいいことしようなんてやつが。信用できるか。ゼウを許さないってとこだけは気に入ったがな。よし、グッピー。柴と分かった、パパ。柴だぞ。全車両戦闘準備。戦車隊らしいぞ。すぐ近くにいる。何？こちらも戦闘準備だ。急げ。
王子、岩に身を隠しながら戦うんだ。すぐに立て直せ。いいぞ、その調子だ。よし、敵の戦車は全滅したぜ。王子にかかれば大したことなかったですな。へへ、だろ、どんなもんだ。いや待て、手応えがなさすぎる。おそらく隊長者はまだ。かかれ！王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。王子、死角から狙い撃つんだ。旋回をうまく使って隠れるんだ。ダメ、メカが壊れちまった。王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。旋回をうまく使って隠れるんだ。王子、旋回をうまく使って隠れるんだ。いかん、隠れろ。王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。王子、死角から狙い撃つんだ。やべえな。旋回をうまく使って隠れるんだ。追撃せよ。旋回をうまく使って隠れるんだ。旋回をうまく使って隠れるんだ。発射！
王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。王子、まずい、メカが。王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。旋回をうまく使って隠れるんだ。王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。旋回をうまく使って隠れるんだ。王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。旋回をうまく使って隠れるんだ。追撃せよ。その調子だ。追撃せよ。持ちこたえてくれよ。すぐに立て直せ。旋回をうまく使って隠れるんだ。追撃せよ。王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。いいぞ、その調子だ。王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。
から狙い撃つんだ。王子、死角から狙い撃つんだ。王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。どうした、応答しろ。旋回をうまく使って隠れるんだ。死角から狙い撃つんだ。いいぞ、その調子だ。王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。いい調子です、王子。まずい、メカが。王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。死角から狙い撃つんだ。どうした、応答しろ。旋回をうまく使って隠れるんだ。まずい、メカが。王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。一貫、隠れろ。すぐに立て直せ。旋回をうまく使って隠れるんだ。王子、死角から狙い撃つんだ。ダメージをもらっちまったな。
から狙い撃つんだ。旋回をうまく使って隠れるんだ。ダメージをもらっちまったな。応答しろ。旋回をうまく使って隠れるんだ。王子、死角から狙い撃つんだ。死角から狙い撃つんだ。旋回をうまく使って隠れるんだ。持ちこたえてくれよ。使って隠れるんだ。どうした？応答しろ。